とにかくまずはここから離れよう。でもどうするんだろうこれ。確かに体結局ゲートから出る、ね、あ、そっかそっか、え、どう全部丸く収まるんですか今からでも入れる保険ってあるんですか、あるんですか。さあとりあえず岡田城からの脱出を図る岡田城から出よう岡田城からね。岡田城ってなんなんいや岡田先生がかっこいいと思ってつけた名前かもしれない。そうか、ちょっとゆずりはちゃんにダッサって言われそうな感じだけどわ、ここどこなの。ここは頑張り山のてっぺんだ。へえ、上の方はこうなってたんだな。っていうか、信者たちは頑張り山クリアしたのか。おう、楽勝だぜ。楽勝なんならすげえのんきかわいい。それならまずは頑張り山を下らないとだね。頑張り山の洞窟を出るとしばらくの間セーブができません。おっと、不安な場合は今のうちにセーブを済ませておきましょう。しておきましょう。セーブしましょう。はい、さあ頑張り山降りるよ。はい、え、これどうやってあれだったっけ。ええ、右あ、右か、右だよどうやって来たんだっけな。でっかい恐竜のとこ通ってそうだそうだもうみんなのエピソードがエモすぎてさ、うんうん、こんなマップを把握してる余裕はなかったここで詰まることあるんだ一本道なのにそれな。さあ降りるぞ。いや、かなり急な場所だよな。そうだよね、うん、崖みたいになってんじゃないか。登ってくるときは大丈夫だったけど、上から見るとこれはなかなかさっきの勢いはどうしたんだよ。うるせえ。これどうやって降りようか。確かに見た目はまるで崖だ。いや、守とか車椅子だし。確かに無理じゃね。あれ、でも確か頑張り山は、え、緩やかに落ちてくんだったな。これはダメだ、しがみついてられない。うわー、ずる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 、あーってあー本当だ大丈夫だったはずだ。先生滑り台すごい。おかちゃんずるいです、あたちも滑り台やるです。うわー、そんな感じだったな。なあ、え、あれすごい悲鳴だったぞ。笑っちゃ悪いよ、ひなた。クスクス。そういえば、ひなたは私でした。失礼しました。ちょっとかっこ悪かったぞ、ブラック。でも大丈夫だ。敵はこのレッドが取ってやるぜ。あ、ちょっとみんな。わーって。大丈夫ですか、ユウ先生。もう、懐かしい。ルミ先生。ルミ先生、みんなを止めないと。これ何か変です私が見た感じ大丈夫そうでしたよ。ユウ先生、すごく緩やかに滑り落ちてきたように見えましたし。すごく緩やかに。こんなことがありましたな。すごい壮大な伏線ねえ。迷っている時間はありません、追ってかきます。思い切ってみんなで飛び降りろってことかね。みんなが俺を殻の外に導いてくれたんだ。今度は俺がみんなを導く。みんなで慎重にゆっくり降りる。岡田が先に安全を確かめ、下でみんなを受け止める。非常口のようなものがないか探しに戻る。岡田が先に安全を確かめ、下でみんなを受け止めるでいいんじゃない。じゃない、うん。みんな、初めて頑張り山に挑戦した時のことを覚えてる？頑張り山は登るときは異様に険しいけど、降りるとき、いや落ちるときは滑り台みたいに緩やかだった。確かにそうだったかも。滑り台楽しかったね。だから多分これは足を滑らせたら怪我をするようなアトラクションじゃないんだ。勇気さえあれば乗り越えられる。確かに今思うと、運動とかノーサンキューの私も
こんな崖を登っちゃったわけだもんね。今から優先生が先に降りてそれを証明するよ。でも本当に大丈夫なの？ここから下を見るとどう見ても見た目はほとんど崖なんだけど。きっと大丈夫。優先生が先に降りて安全確認したら下でみんなを受け止めるから。もし大丈夫じゃなかったら別の下り口を探してね。下でぐちゃってなってる優先生ってこと？やめてください。ブラック滑ってた。うわあ。ああ。毎回これなんだ。やっぱり。みんな大丈夫だ。そのまま滑り台みたいに降りてきて。マジかよ。そうは言っても。よっしゃー。おー大五郎行け。それじゃこれから行くぞ。あ、お前よくやるわね。よく言ったね。ねえ大五郎キャッチ。ひゅー楽しい。いやー勇気あるな君。ねえみんな大丈夫だぞ。やるじゃねえか。大五郎にしてはちょっとかっこよかったかもね。おお、みんな降りてくる。やみやみやみ。急げ。やば、来てるよ。みんな先に行け。ヒーローが先に逃げるわけにはいかないぜ。僕たちはみんなで降りるのだ。皆さん大五郎さんに続きましょう。これ守くん大丈夫だ。いやそう。うわーやっぱり残っちゃう気がするけど。そうだね。あーかわいい。見た今の。見た、一緒に降りてた。落ちても怪我をしないのはここがユーロピアの中だから。外の世界には頑張り山より高くて怖くて越えるのに勇気がいる壁がたくさんある。うん、子供がどう頑張っても越えられない理不尽すらたくさんあるよ。それなのに越えられなければ怪我をする。心や体に傷を負う。そんな場所になぜ帰ろうとするの？確かに現実には勇気を出しても越えられないような壁がたくさんあります。でも転んだら起き上がればいいんです。そうだ、起き上がって次に生かして今度はもっとうまくやれるように頑張ればいいんだ。起き上がれるかどうかなんてわからないのに。起き上がれなかったら絆創膏を貼って待てばいいよ。転ぶのよりこれ以上大きくならない方がよっぽど嫌なのだ。どうせ転ばないって最初から分かってたらいい写真にはならないんですよ。ノーチャレンジノースクープ。おー、いけたんだ。忘れてた。かっこいいな。どこまでも理解できない子たちみたいね。破滅までの猶予。移動によって時間が経過した。なるほど。はあ、岡田の選択次第で、あるいは自然な時間経過によって少しずつ猶予時間が減っていきます。はい。猶予時間が赤いラインに到達するまでにこの状況をどう突破するか考え行動しなければなりません。おっと難しい。はい。しかし逆に言えば多少選択を間違えても猶予時間が残っているうちは大丈夫。はい。恐れず自分の選択を受け止め子供たちを導きましょう。はい。私たちが選ぶんだ。うぐう。あ、間違えた。私がうぐってしまった。私もなんか食らった今。すみません、ゆう先生。大丈夫ですか？そりゃ、車椅子受け止めてるからな。そうだね。ねえ。もちろん、みんなこそ大丈夫？ああ、これで全員だ。
で、これからどうする？ずっとサイレン鳴ってるけど、これって私たちがユーロピアに捕まるまで収まらない感じ。向こうからすればみんなの復活も俺が立ち直れたことも全部ありえないことのはず、ありえないはずのことだろうから。ゲームのバグは管理者用のチートコマンドで一掃ってか。なるほど、向こうもいよいよ手段を選ばなくなったというわけですね。今それくらい僕たちがユーロピアを追い詰めてるってことでもあるけどね。いい君。とにかくここから離れなければカエル卵たちに追いつかれます。岡田先生どうしましょう？次はどうする？お、来た。あー、改めてユーロピアに岡田城のクリア報酬を要求する。今から急いでアトラクションを回り直してメダルを集める。手持ちのメダルでどうにか脱出ゲートを開けないか試してみる。どれだ？どれでもなくね。まあ、でも1は違うでしょ。うん。3、いや2か3。あー、手持ちのメダルはみんな今何枚なん？3がでもまだなんかマシな気はするけど。うん。あー、閉鎖中じゃないならだけどね、アトラクションが。あ、確かに2無理だね。うん、回れないじゃん多分。だから1回じゃちょっと確認しに行ってみるか。そうだね。うん、こうなった以上もはやゆっくりメダルを集めている時間はない。脱出ゲートに行ってみよう。でも脱出ゲートは人数分のメダルがないと開かないんじゃ。いや、俺は賛成だ。向こうがチートを使ってくるならこっちもチートで対抗するしかね。どうにかあのゲートさえ開けられればそれで解決なんだ。ダイナミック脱出ね。ダウィー、ちょっと待って待って待って、めっちゃ可愛いんだけど。落ちてきた。横コロコロって。やば、カエル卵たちも降りてきた。行こう。うわ、おう、脱出ゲートを目指そう。それダメだよ、ね、こっちはまずい。なんで行くんだそっちに。話しかけられるかなって思っちゃった。やめろ。なんてこと。移動によって時間が経過。はい。さあ、休憩所。え？あれ？あ、休憩所にしか行けないの。そうだね。他はないね。あ、隣のマスにしか移動できないみたいな感じ。あ、そういうこと？時間経過で。なるほど。うわ、デミがいっぱいいる。ああ、あ、ここは通さないデミ。待ち伏せです。ユーロピアにはご飯もおやつもある。温かい寝床も遊ぶ場所も子供に必要なものは何でもあるの。この休憩所で何かに不便したことがあった？ユーロピアの何が不満なの？それは、おお、みんなが好きなものはみんな違う。今は良くてもいつかは飽きるかもしれない。不満はない。そうかな。うん、みんなが好きなものはみんな違う。いや、いちか、いちかさんだと思うけど。いちじゃない、いちかな。うん、子供に必要なものは大人が一方的に決めつけられるものじゃない。みんなそれぞれが違ったものが好きなんだ。ここにいたらママのおにぎりは食えねえよ。そうだよな、大好物だもんな。プーチューブもないくせに何でもあるなんておかしいですね。確かに、ママのおにぎりにプーチューブ。やばい、デビには難しい。だいたいみんなと同じとかダサいのよ。ここじゃおしゃれもできないし。こんな子供だましみたいな場所は俺の好みじゃねえ。ルミ、何でもあるって言うならピザ頼んでよ。ピザできないの？がっかり。クスクス。熱々のアイスだね。いや、
この場合は冷え冷えのおでん。ピッピッってことか。ピザに熱々のアイス おでん。効果抜群だ。ユーロピアンには何でもあるでみ。ちょっと待ってるでみ。探すでみ。頑張れ。あ、デミたち頑張れ。あ、こら、そんなの今はどうでもいいのに。ハエル卵はいなくなった。今のうちに駆け抜けよう。行け行け。列長いな。時間経過。はい。さて、次はお土産。あ、ここか、売店あるの。そうだね、お土産屋さんだった。ここ、あ、こう、ありました。電話が。電話。ああ。しつこいぞ。欲しいものがあるなら、ユーロピアの中で手に入れればいいよ。みんなが望めば、ここで何でも手に入る。カエル卵になれば、もうチケットもメダルもいらないんだよ。それは、ユーロピアの中で手に入っても意味がない。そんな都合のいいことは起こらない。欲しいものや チケットやメダルじゃ買えない。これだこれだ。そういう問題じゃないんだよ。みんなにとって大事なものはチケットやメダルで買えるとは限らないんだ。何でも手に入る、ここで手に入らないもの、そんなものあるはずない。ここでいろんなものをもらえるより、マリアが似顔絵を描いてくれる方が100倍嬉しいから。またひーちゃん描いてあげるね。いちゃつくな。確かにメダルに目がくらんだこともありました。しかし今はもう違います。山のようなメダルよりもライムさんが折り紙で作ってくれる一枚のくしゃくしゃのメダルの方が大事です。あー、素敵素敵だね。うん、そう、アートは自分の手で生み出すもの。私のアートはユーロピアという枠には収まらないビッグバンなのよ。うん、またそんなことばかり。ここは通らせてもらう。ここを抜ければすぐに広場だ。素通り。横通れた。時間経過。はい、広場じゃ。よし、行こう。脱出ゲートは広場を抜けた先だ。あと少しだな。さあ進むぞ。 OK。 わー、デミいっぱい。デミがパクパクしている。よし、着いたな。こんなところに脱出ゲートがあったんだ。ですが問題はここからです。どうにかして現状のメダルで全員がゲートをくぐる必要があります。マイは何か知らない。ごめんなさい、私も脱出ゲートに関しては調べきれていないの。具体的にはどのようなプロセスで脱出ゲートが開くのですか？あの木のウロのように見える場所、暗くて一見わかりづらいのですが、あれはウロではなく分厚い扉なんです。マジで見えない。うん、あの扉についてる機械にメダルを10枚入れると扉が開くんだよ。そういえば盗撮じゃないわ。見てたらね。そうそう、シャッターが開くみたいな感じ。その向こうには光がいっぱいで、きっと外の世界に繋がってるんだと思う。うん、機械で、そして向こう側は光でいっぱい。ひょっとして何か気づいたの？ええ、実は。やばい、ダメダメ。今のみんなを全員合わせたら16人。じゃあメダルが160枚ないと。多すぎるよ。そんなにないよ。うるさい。うるさい、もう前の言うことは聞かないよ。先生、カエル卵が来る前に扉にメダルを入れてみたらどうかな。ひょっとしたら開くかもしれない。あの子一人じゃ邪魔できないよ。そんなのダメだよ。メダルもないのにみんなで脱出しようなんてルール違反にも程があるよ。そんな自分勝手なことばかり言う子にはこう。
え、な、な、なにこれ、なになに、どういうこと、え、な、な、なんだ今の。ユーロピアから脱出できるのはメダルを10枚集めた人だけなのに、ルールの穴を突こうとする悪い子たちがいっぱいいるので、管理者権限で扉の電源壊しちゃいました。なんでもありすぎる。もうメダルを何枚入れてもあの扉は開かないよ。最悪だ、ひどいことするね。壊したくそ、卑怯な。そんなのそっちこそルール違反じゃん。先にルールを破ったのはみんなだよ。でもちょっと大掛かりなことしたら体力使っちゃった。カエル卵いないの？早く来なさい。このままでは囲まれてしまう。悔しいけど一旦離れた方が良さそうだな。撤退なんだろ。マジか。どうする？どうするの？ねえ、なんか方法があるのか。脱出ゲートを壊されちゃうなんてどうしようもないじゃない。これからどうしよう。ユーロピアはさっきので体力を使ったみたいだった。すぐには追ってこないはず。少し落ち着いてこの後のことを考えよう。メガネ君、さっき何か言いかけてなかった？脱出ゲートのこと。ああ、いえ、大したことではないのですが。それでもいいよ、聞かせてくれる？わかりました。僕が思ったのは、あの分厚い扉はただの分厚い扉であって、正確には脱出ゲートではないのではないかということです。というと？いいですか、シンタ君、ワタル君。はい。まず僕たちは脱出ゲートと聞いて、無意識のうちに外の世界につながるワープホールのようなものをイメージしているのではないでしょうか。イメージしてます。してるね。確かにそういうイメージですね。ユウ先生もそういうイメージだよ。メダルを10枚集めると外の世界へのワープホールが起動するみたいな。はい、そうですよね。しかし僕にはそうではなく、あの扉が上から無理やり出入り口を押さえつけて封じていたように見えたのです。うん、あ、上から無理やり。あ、どういうことですか先生。説明よろ。封じていたか。だとしたらどうなるの？なんか違うの？もしそうだとすれば、ユーロピアは出入り口を隠したり鍵をかけたりすることはできても、出入り口そのものを消したり動かしたり無効化したりすることはできないということです。はあ。もちろん入るだけ出るだけと機能を制限することもできないはず。まあ現実であれば全て当たり前のことなんですけどね。普通に何、あの扉の反対側には現実っていうかユーロピアの外の世界が広がってるからってこと？扉開けたら普通にあるよみたいな。あるよって、そう、ワープするとかっていうよりは普通の扉ってことかな。でもそう聞くとなんかまだ終わりじゃないかもって思えるかも。じゃあ壁を掘り進めればぶち抜ける。いつの日か。ユーロピアにも思い通りにできないものがあるんだっていうかさ。確かにあのゲートの扉を壊すのにもかなり体力を使ってたように見えたし、僕たちが気づいてない穴があるかもって思えてくるね。もちろんこの世界の出入り口がそもそもあの木一つだけだったら手詰まりなんですが、あ、他にもあるんじゃないのってこと？なるほど。うん、ありがとう、マモルくん。いっそ今から隠された出入り口でも探してみるか。一番最初の入り口、このゲートとかかな。
出入り口そのものを消したり動かしたり無効化したりすることはできない。ユウ先生がこっちの世界に戻ってきた時ってなんか場所が違ったんだっけ、一人だけ、うん、なんか一人だけ広場じゃなくて入り口だったんじゃない。そう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 、とか関係あるかな。もちろん入るだけ出るだけと機能を制限することもできないか。うん、おお、旧受付所の画室ゲートを開けに戻ろう。入場ゲートもまた外につながっているのでは。みんなが見つけたラボに何かあるかもしれない、うん、今のところの僕たちの推理だと2つ目2つ目か。うん、もあれじゃない、その17年前にユウ先生が脱出したゲートがこれなんじゃない、旧受付所の脱出ゲートって。あー、これじゃあそれにしてみる。じゃない、なんかゲートをくぐったって言ってなかったっけ。言ってた気がする、うん、でもあの扉をくぐったとは言ってないよね先生はね。うん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 、一回これにしてもいい。いいよ、 OK。 やっぱりあの脱出ゲートをどうにかして使うしかないかもね。あれそうなの、あれさっきのゲートのことあ、間違えた間違えたかもしれないの。でもどうやって、壊されちまった以上メダルであのゲートを開けるのは無理だろ。頑張って直すとか、気合でこじ開けようぜ。そうしよう。外の世界に繋がってるゲートだぞ、そんな甘くねえだろ。いや2個目だったかもしれんあ、大丈夫だよ、まあ、まだ時間あるから大丈夫だよ、なんとかなれ。入場ゲートもまた外につながっているのではにしましょう。 はい、入場ゲートはどうだろう。もし幻の仮説が本当なら入場ゲートだって立派な出入り口だ。それだー、おーいいね、確かに入ってこれたんなら外につながってないとおかしいよな。しかしゲートの外には深い霧が立ち込めていました。うん、道しるべもなしに深入りしていいものでしょうか。それなんだよな。いたじゃみ、まずいまずい、カエル卵だ。広場じゃみ、広場にいるじゃみ、応援求むじゃみ。この先には入場ゲートしかないじゃみ、追い詰めるじゃみ。もう行くしかないじゃん。うん、追い詰めるじゃみ。ここから離れないと。そうだね、もう入場ゲートに逃げるしかない。選択肢は一つしかなかった。うん、霧の中を道しるべなしでですか。もうみんなで手をつないでいこう。うん、いえ、時にはそういう大胆さも必要なのかもしれません。このまま捕まるくらいなら挑戦してみる方がよっぽどいいよ。行こう、ゴー。さあ入場ゲート、はい、行けるか。霧が深くて全然先が見えない。それでも本当に進もうか。行こう行こう。よし、みんな手をつないではぐれないようにね。迷子にならないように。ちょっといいぞ、最後かな、どうだろうかもね。なあ、暗い。さてどうしましょう。迷子になっちゃうよねえ。右も左も同じ景色じゃない。ごっくり、どうせ誰にも正解の道なんてわからねえ。岡田、お前に任せる。私も。一連卓勝、お願いします、岡田先生。わかったよ。セーブが可能になりました。ありがとうございます。ありがとうございます。ここででもセーブだな。すごい、やばい。ちょっと待って。いっぱい。ね、セーブしよう。
はい、お願いします。いや、これなんか圧巻だな。そうか、これみんなの情報を見れないのか、このページ。そうだね、あの名簿みたいのがないね。あ、そっか、なんか地味に4チケット持ってるの面白いな。頑張り山で手に入れたチケットが、あれ頑張り山じゃねえわ、違う違う、あれ流れるプール、流されるやつか。そうか、あ、そう、かなたが頑張って手に入れてくれたやつ。まっすぐ進むぜ。はい、同じ景色、まっすぐ進むぜ。いや、でもこういう時はあのもう直進が一番いいよね。そんな危険なところ入っちゃって。右も左も分からなくて怖いでしょ。外の世界だってそうだよ。迷子のみんなが帰り道も分からないまま外の世界に戻れば、今のみんなみたいに迷うだけ。そんなことないぞ。きっともうすぐ出口なのら。好きなだけそうしてればいいよ。すぐにカエル卵を向かわせるから。余裕そうだったね。ダイヤでも、この霧じゃさすがに道覚えられないってさ。このままカエル卵に追い詰められちゃうのかしら。それでも一度決めたことを今さら後悔したくない。そうだよ、やりきろう。うん、みんな大丈夫。ユウ先生が絶対にみんなを外の世界に連れていくからね。まっすぐ進むぜ。 OK。 いや、これならダイヤ君も覚えれるね、道をね。まっすぐにしか、まっすぐだ。そう、後ろに戻るか前に進むかしかないから。わかりやすい。行けー、行けー。無限ループって怖くね。わかる。進んでる気が全然しないね。道の模様まで一緒だよ、変わんないね。うん、進んでるのかどうかも分からなくなってきました。っていうか、カエル卵にすら合わないじゃない。まさかこのまま一生迷ったままなんてことないでしょうね。みんなが不安になること言わないで。でも確かにこのままだと良くないかも。直進ダメって言われてる、これ。ごめんなさい。いや、分かんない。でもこんなのどうすれば。何かギミックがあるとか。どう、ギミックか、わかんない。なんか右行って左行ってとか、そういうの。じゃあ斜めに進んでみよう。あ、右も一応あるな。あ、右、あ、本当だ。あ、え、かすかに音が聞こえる。おっと、ん、何の音だ。ホイッスルみたいな音だったな。パレード的な。右の方から音がする。お、じゃあ右だ。右に行こう。誰かが、え、何かが、どういうことだ。あ、ライムとルミ先生がこう笛吹いて知らせてくれてるとか。この音、笛か何かか。待って、なんか笛つけてなかったっけ、ルミ先生って。つけてる。でしょ。でしょ。適当に言ったのに。白い笛みたいな、首から下げてたよね。下げてたわ。下の方から音がする。うん。え、だってあれだよね、岡田優先生もね、つけてたよね、ホイッスルはね。あ、そうそうそう。ああ。ぽいね。ひらめきました。やったぜ。なんかこの笛、聞き覚えあるような。だんだん近づいてるよ。これ。俺が持ってるようなホイッスルの音だな。わあ。来た。呼んでくれてたんだ、右の方。右だ。右行くぞ。行くぞ。呼ばれている。帰れるように呼んでくれてる。お、はっ、はっ、あ、いる。ライブさん。それにルミ先生。ああ、
あれ？まだ子供かい？ぽいね。これは一体？ライム先生とルミ先生は脱出ゲートで外に出たはずじゃ。奥に扉あるけどね。そうだね。私とルミちゃんだけで帰るなんてできません。うわー、なにこれ。へえ。私たち脱出ゲートをくぐって帰り道をずっと歩いてました。長かったけど遠くに出口が見えたから歩いて歩いて外の世界の一歩手前まで行ったんです。でもそこで振り返ったら、はあ、今もみんながユーロピアで頑張ってるのが見えたから、いっぱいいっぱい頑張ってるのが分かったから、私もやっぱりみんなのお手伝いしないとって思ったんです。えらい、いい子や。だからやっぱり帰るのをやめて来た道を戻りました。そしたらいつの間にかここにいました。脱出ゲートじゃなくてここに？あ、ひょっとしてユーロピアが脱出ゲート壊しちゃったからなのかな。あるいはここは本来であれば外から子供を呼び込む入場口。一度ユーロピアを脱出しかけたことで引き返したというよりは再入場したという扱いになったのかも。難しい、わかんない。誰？そりゃそうだ。そうだね。私のことは気にしなくていいのよ。気になるの、だからここから外に出られるよってみんなに伝えるためにずっとルミちゃんの笛吹いてました。あー、えらい頭がいい。ピー、疲れた。お疲れ様でした。すごいよライム、ルミ先生。あたち頑張れましたか？本当によく頑張ってくれました。しかしそれとこれは別です。無事だったから良かったものの、脱出ゲートの逆走なんて危険すぎます。危ないね。私の言う通りに脱出してくれなかったことだけは褒められません。まあまあまあ、ライオン。いいんです、お姉様だって悪い子ですから。お姉様はすぐ来るって言ったのに、いつまで経っても来ませんでした。嘘つきお姉様は悪い子です。はい。あー、よかった。でも私はそんなお姉様も好きです。でも私はライムさんが尊敬してくれるような良き姉ではいられませんでした。いいんです、私はかっこいいお姉様じゃなくてお姉様が大好きなんです。ライムさん、すげえよ、奇跡じゃんこんなの。違うよ、ライオンがライムとルミ先生を脱出させたから、ヒカルがそれを許したから、マリアがギャギさんチームとライムを救ったから、そしてそんなみんなを見ていたライムが勇気を振り絞ったから、全部全部つながって起きたことだもん。奇跡じゃないよ。全部全部つながって、そうか、やっぱり小さい頃の失敗を責めていても何も始まらない。起きたことすべて、選んだすべてを受け止めて前に進めば、やがては全部全部自分の一部になる。そうやって子供は大きくなっていくんだ。叶わないな。さあ、まだ喜ぶのは早いよ。ユーロピアを脱出しよう。
この扉をくぐっても本当の外の世界まではちょっと歩きます。あ、そうなんだ。帰るまでが遠足です。帰りますよ。あ、ちゃんとなんかちょっとずつ成長してる。うん、うわ、帰るんだ。あ、みんなちゃんと大人になれるのか。その前にまず小学生になれるんだな。もう俺腹ペコだよ。こんな私でもまだ帰れる場所があるのですね。あるよ、あるよ。行こうマリア、まだ歩ける？歩けないって言ったら先生におんぶしてもらえる？いや、トルガーのおんぶしてきます、うん、もうまたそんなこと言って、あとちょっと頑張ろう。この経験を持ち帰ればパワフルでアバンギャルドなアートができそう。マーベラス、素晴らしい。行こうかひなた。マカロンの大講師だね。やれやれ、ずいぶん長い遠足だったな。もうしばらくカエルは見たくないかも。卵もゴリゴリです。確かに。いやー、ユーロピアは実に心臓に悪いところでした。でもみんなで脱出できて本当に良かったね。じゃあ帰るか。帰るなら、うん。いけるのか？ゆうくん、後ろ！もういいや。君は何度やってもダメな子だから。ユーロピアにはいらない。君も、これも。あ、あ、体。返してくれたんだ。マイの体からユーロピアが離れた。よかった、これでマイも一緒に。でもあの子たちはユーロピアが救うよ。は、子供たちの未来を守る。選べ。ブラック、うわ、岡田、みんな今のうちに。ちょっと長くは食い止められそうにない。そんなのダメだよ。せっかくみんなでここまで来たのに優先生だけ置いていくなんて。ぐ、優先生はいいから。また大人として僕たちに命令するの？違うよ。ユー先生はみんなの先生だから、絶対にみんなを守る。そういう自分でいたいんだ。でも、お母ちゃん！俺、ユーちゃん先生がいないと嫌だよ。もちろん。絶対にみんなのところに帰るよ。だってみんなはユウ先生が初めて見る子供たちなんだ。みんながこれからどう成長していくのか、ユウ先生も絶対に見届けたいからね。だから先に行って待っててくれないかな。先生。ブラック、先生も俺と約束しろ！すぐに戻ってくるって！もちろん。絶対だぞ！すぐにだぞ！俺たち、あっという間に大きくなっちゃうぞ！
は楽しみだな。絶対に約束するよ。行くぞ。ゆうくん、どうして？どうしてユーロピアを拒絶するの？ユーロピアでならみんな仲良く生きていくことができるのに。君は弱く愚かな子供たちに許された唯一の成長を邪魔しているんだよ。ロ、ん？いい加減にしろ。は？君は子供を何だと思っているんだ。アトラクションで子供たちを陥れて、こんな風に同じ姿にして個性を奪って。子供はユーロピアのおもちゃじゃないんだ。もう君には関係ないことだよ。君はもうユーロピアにはいらない。大人になれないくせにユーロピアも嫌だと言うなら、半端な生き物のまま勝手に生きればいい。だから私もカエル卵も、もう君のことは狙わないよ。だから、そこをどきなさい。絶対にどかない。なぜ？君が俺の大切なものを否定したからだ。俺は先生だから。君がこの扉を越えてあの子たちの成長を否定しに行くというのなら、俺はこの扉の前に立ちふさがってあの子たちの未来を守る。強がっちゃって、カエル卵、さっさと。そうやって君はまた子供を自分の都合のいいように使うんだ。どかないよ。君がそういうことをし続ける限り、永遠にだって俺はこの先を譲らない。それが俺の選択だ。そうね、それはユウくんにしかできないこと。マイ、残ってくれたのか。残るも何も、私は外の世界で生きる存在ではないから。体は解放されたみたいだけどね。ごめん。マイの体だけじゃなく、心も扉の向こうに送れればよかったんだけど。いいのよ。今さら何かしたところで、私が助かるとは限らないし。それに、私がこの姿でやるべきことはもう済んだから。そっか。ああ、閉まっちゃう。ああ、そうなんだ。ゆう先生、どうなるのよ。そんなのかっこよすぎるって。いやでもシンタが言ってたけど成長は早いよ。うーん、そうだよね。すぐだよね。月日流れちゃってるし。月日は流れ。てんてんてん。流れちゃってるし。流れちゃったけど。ねえ。どうしようね、大人になったみんな出てきたら。どんだけ。だよね。あ、アジサイ、ほ、あれ、保育園。保育園。卒園式。保育園。卒園式だ。ああ。ああ。赤は燃える太陽の色。青は広い空の色。紫はたなびく雲の色。緑は優しい風の色。銀は輝く星の色。ヒーロー戦隊参上。よし、今日もバッチリだぜ。なんと言っても、俺はヒーロー戦隊のレッドだからな。
卒園式の日まで戦隊ごっことは。ま、バズるかどうかはさておき、これはこれで思い出になりますね。秋のピューロランド遠足の写真もいい思い出になりましたもんね。いい思い出。いい思い出か。楽しかったよね、ピューロランド。トラブルもなく終われたし。あれ、記憶なくなってる？そうかも。そしたらでも、ルビ先生どうなってるの？先生に戻れたのかな？ヒーローも大活躍だったな。シンタは調子に乗ってルミ先生に怒られてたのら。そんなことないって。っていうかお前も一緒に怒られただろ、渡る。渡るって言ってる。二人でなんだ。そう。渡るって呼んでるよ、ちゃんと。ね、そう。え？じゃあ記憶がどうなくなったわけではないのかな。うん、成長はしてそうだよね。ね。そうだったのら。しかし、卒園式が始まるまで暇だな。シンタ君、せっかくですし、皆さんとも話してきたらいかがですか？まだ卒園式まで時間ありますしね。うん、そうしようかな。シンタを動かすんだ。ああ。みんなと最後の話か。なるほど。うわ、悩む。そっか、あれだ。ちっちゃい子組はいないんだ、ライムちゃんと。あ、そっか、卒園式だからか。ねえ、いないね。確かに。じゃあ、ここから聞こうかな。はい。卒園式の飾り付け、どう？めちゃくちゃ可愛い。うん。最高だってダイヤが言ってるよ。いい感じだな。なるほど。ひなた戻ってきたんだ。ね、いい感じだってひなたも言ってるよ。もっともっとエキセントリックでダイナミックにしてもよかったんだけど、ま、私だけの撮影式じゃないし、最後に悪目立ちしてもね。わかるわかる。僕も今日卒園式の飾りを隠したらみんなびっくりするだろうなって思ったけど、楽しくはないからやめたぞ。うん。秋もかなたもひなたも偉い偉いって、ふわふわのプールのお楽しみ会みたいだね。はっ、おお、びっくりした。なんだな、なにこれ。てててて、ね、最後なんだったの今の。ねえ。悩むなぁ。ここ気になりすぎる。いやぁ、じゃあここ。はい。間に割って入ってしまった。殺す。やばい、嘘なこと言っちゃった。言われてしまった。ちょっとおどきになさって。なんかあっという間だったね。秋の遠足に行ったのがついこの間みたい。ピューロランド楽しかったね。結局秋の遠足が何事もなく終わって私も一安心です。これだけの園児をまとめ上げてしまうなんて、さすがルミ先生といったところでしょうか。あー、ユウ先生がいなかったことになってるね。え、あー、でもマリア、迷子にならないかドキドキだったよ。もし迷子になったら、そのまま変な世界に迷い込んじゃうかもって。もしそうなっても、マリアは大丈夫だよ。ルミ先生に負けないくらいしっかりしてるもん。確かに。私なんて、ライムさん一人を見ているだけで、疲れて帰りは眠ってしまいましたから。それにしてもヒカルさんは、マリアさんに甘いのか、人も、一目置いているのか、時々わからなくなりますね。そうかな。でも確かに私、前はもっと。ねえ、マリアがいない、マリアがいないのは私はダメダメってなってたもんね。そうそうそう。そうか、逆か、逆もか。私がいないとマリアはダメってなってたもんな。うんうん。マリア、もっとひーちゃんに頼りたいな。そう？
でもなんでかマリアは実は結構強い子だって思うんだよね。いつからだろう。うん、あ、もうもちろん頼りたい時は頼ってくれてもいいけどね。ちゃんと成長はね残ってるんだね。いい二人だ。うん。いや、やっぱ戦隊は最後がいいな。じゃあこの三人。のぞき見。ちら。何うろちょろしてんだ。こんな日くらいおとなしくできねえのか。俺たちもう4月から小学生だってのに。ああ小学生になっちゃうんだ。ああ。もうでもみんな達観してるから違和感ないよ。ね、むしろこれまだ小学生じゃなかったんですかっていう。そうだよ。うん、そうそう。あんたもこれからは勉強とかしなくちゃいけないのよ。私は英会話教室行ってるから教えてあげてもいいけどね。へー。英語の授業って小学生の頃って最初なくなかった？てか幼稚園ってなんかひらがな。とかやってたから英語か。うん、あでも私あれよ、2歳ぐらいの頃から英会話教室通ってたよ。え2歳って保育園うーんとかだと思うけど。あ、そうなんだ。え、じゃあやるのか。やるんじゃないかな。すごいな。いや、なんかね、でも喋れないんですけどね。あれ発音だけ異様に良くなったっていう。あ、なるほど。さすがゆずりはちゃんは何でもできる。英語だけじゃなく国語と算数と理科と社会も教えてほしいです。そんなの私にだってわかんないって。勉強か苦手そうだな。守る、あとは任せた。私もいけませんよ。しんたくん、まどかくん、ヒーローも勉強も同じくらい大切です。誰もが最初はできないものです。一緒に勉強頑張りましょう。えらい。学業も両立させるのが真のスーパーモデルよね。見え張ってる方がダサいし、私もコツコツ勉強しよっと。あー、はやて、サッカーやろうぜ。俺を逃げ場にするんじゃねえよ。まあ、やることやった後なら受けて立つぜ。一人じゃサッカーはできねえからな。おー、サッカーやるようになったんだね、はやてくんね。うん、今気づいたけど、周りになんか散ってる桜が綺麗だ。ね、綺麗。綺麗だ。じゃあ、最後、戦隊。はい。小学生になったらヒーロー戦隊なんて言ってられなくなるのかな。最近のシンタは、なんだかちょっと大人になった感じがするのら。そうか?前はもっと俺についてくらい、ついてこい手下どもって感じだったもんね。何かきっかけがあったのかな。やめろよ、そんな昔の話。別にきっかけも思いつかないし。なんか友達に対してそういうのは良くないかもってある日思っただけだよ。シンタ君も僕らもいつの間にか大人に近づいてるのかもしれませんね。大丈夫。もしヒーロー戦隊がなくなっても、僕たち5人はずっと仲良しですよ。ああ、もちろんだ。ヒーローは形でやるものじゃないからな。はあ、なんかちょっと寂しい。しんみり。あ、みんな。お姉かもー。ライムさん、ダイゴロさん。いけませんよ。この部屋は卒衛生が待機する部屋なんですから。そんな寂しいこと言うなよ。俺たち、一緒に遠足行った仲だろ？なんでこの二人だけ一緒だったんだろうね。あれ？本当だね。うん。春から小学生だなんて、みんな大人です。卒園おめでとうございます。ありがとう。でもライムも大五郎もすぐに小学生になっちゃうと思うな。どんぐりのフルマラソンだもん。どういうことだってばよ。忙しそう。二人
二人は来年からは新しく入ってきた舞先生のお世話になるのかな。おーっと、え舞先生、体大きくなって出られたってこと。え体だけが歩いてる、体だけが歩いてる、怖すぎるしゾンビやんルミ先生お休み中だもんね。お休みしてるんだ。まあ幼児体校良くなるもんじゃないよな、そんな急にな。そうだね。少し前に届いたルミ先生からの手紙、今もありますよ。改めてこの場で読みましょうか。少し早いですが、アジサイ保育園卒園生の皆さんへ。ちゃんと先生の字っぽいな、これは。ね。皆さん、ご卒園おめでとうございます。ルミ先生です。思えば、秋に一緒に遠足に行った皆さんのほとんどが、今年で卒園ですね。皆さんも知っての通り、今私は、ママになるために、保育園をお休みしています。そっちか。なるほど。皆さんの先生として、卒園式に出られないことはとても残念ですが、いつか、先生の子供を皆さんにも会わせてあげたいので、アジサイ保育園での思い出を胸に、皆さんも立派なお兄さん、お姉さんになってください。皆さんのこれからを、ずっとずっと、応援しています。え？ユウ先生が子供になっちゃったみたいな感じ？え？え？違う？さすがに違う？そんな、そんな終わり方にするの？いや、わかんないけど。いや、なんか、さすがにないよね。ね？さすがにないよね。でもだって、ユウ先生の面影すらなくてさ。うん。どういうことって。いや、まあ。いや、でもなんか今子供の話が出たのはちょっと、んって思ったけど。だよね。うん。どういうことだってばよ。わかんないんだってばよ。ルミ先生が来れないのは残念だよな。仕方ないですよ。ママになるのってなんか大変そうですし。でもほんと、いつかルミ先生の子供に会ってみたいな。きっとすぐに仲良くなれます。だって、わかんなくなっちゃいました。え？いえ、わかりますよ、ライムさん。なんとなく仲良くなれる気がするよ。だって、ユウ先生だもんって。いや、なんか、ほんと？ほんとに？さすがに違うか。お世話になったルミ先生の子供だから、という思い込みのせいでしょうか。まるで、もう、嘘でしょ？当たっちゃったかもしれん。まるで、もう会ったことがあるかのような、不思議な感覚がありますよね。沈黙。僕たち、何か忘れてる？何かってなんだ？それはなんだろうな、この変な感じ。覚えてないだけで、なんかとてつもない大冒険をした後みたいな。本当に大冒険だったんだけどね。なんかこうしていられることがすごく幸せなことみたいな。いやいや、そんなことあるわけが。あるわけないよね、日向。僕たちずっと一緒だったよね。ママ。あ、本当だ。そろそろ卒園式が始まる時間じゃない？まずは目の前の卒園式に集中ですね。みんなお手洗いは大丈夫？身だしなみももう一回チェックしなよ。シンタ、どうしたのら？いや、なあ、
もう少し待てないか？何言ってんの。もう園長先生には呼ばれてるんだから早く行かないと。シンタ、行くなら。ああ。間に合ったか？え？はっ！ふぅ、遅れるところだった。あ！でも、どうにか間に合ったな。みんな、お待たせ。やれやれ！遅いぞ！よかった、びっくりした。前ごえん完結。最後、お疲れ様でした。お疲れ様でした。わー、カーニバルハッピーが最後なんだね。今まで黒背景だったのに白になったね。え、桜も散ってるし ね。いや終わっちゃった。綺麗に終わったね。ちゃんとハッピーエンドだったね。あ、だったし、まあ、デスゲームものだと最初思ってたから、うん、まあ死んで終わりかと思ったけどね。もうゲームオーバーになったら戻ってこないんだなって思ってたけど、そうそうそう、いや前回のね話から引き続きで、うん、全員復活して、いやよかった。最後全員集結したところ熱かったもんな。熱かったね。うん、ちゃんとみんなのバッドエンドをハッピーエンドにしてきました。うん、うん、いやちゃんと無事卒園して、彼女彼らは、うん、小学生にねえ。あ、株式会社サンリオ、サンリオお前すげえもん作ったな。本当だよ。マイマイマイごえん、ありがとう、ありがとうございました。長い旅だった。すごかったよ、3年だよ。僕ねさっきこれ見てきたんだけどね、ピオスにまだ敬語で喋りかけてたもん。あれ？あの始まった当初、そっか、ピオスさんみたいな感じだったもん。確かにミロクさんって言ってたかもしれん。え、そうだよ。そう、ようやくちょっとタメ口になりだしたかなぐらいの時だったから。うわ、月日は経ってるよ。本当流れましたね。うん、これ誰、舞ちゃん、舞ちゃんってかユーロピア、ユーロピアかなって思った僕はね。じゃあちょっとそれでいきます。はい。ふーん、君の言いたいことは分かったよ。でもね、心の成長痛は誰にだって何度だって訪れる。ユーロピアはきっといつかまた扉を開くよ。終わったー。いや、怖い終わり方したな。まあでも実際そうだよねって感じは。まあね。ね。あ、っていうか背景あの入場ゲートじゃん。ね。いやー、駆け抜けたね。駆け抜けたね。うん、ちゃんと全部できたよ。いやー。よかった。これ、で実際その最後のユーロピアが言ってたであろう、その、また何度だって心の成長ツアー訪れるっていうのは。うん。うん、そうだなって思うよ。そうだね、うん、もう逆に今からじゃない？うん、いや幼稚園児そんなないってそれはそう、うん、幼稚園児はそんなね、あれないよまだ、うん、いや小学校ぐらいじゃない、みんな。そうね、だし思春期に入って、そう早いってね、だ中学生高校生あたりでようやくなんか、うん、まあこれが心の成長痛かみたいなさ、そうなってくるこだねだろうに、
かなり早く大人に近づきましたね、まあ、そうだね、うん、まあ、だけど、まあ、今回の経験を得て次にそういう壁が来た時に、うん、こう対処できる武器を手に入れることはできたんじゃないかな。そうね、上手な転び方をね、なんか学んだ感じはあるよね、うん、はぁ、いやなんかマジで寂しい。なんか前ごめんさ、ゲームの更新は半月に1回ぐらい、もっと遅いそんぐらいだったけどさ、そうね、半年に1回ぐらい、周りのコンテンツもそう結構多かったじゃん、うん、公式ツイッターの4コマ漫画もそうだしさ、うん、漫画の方もそうだし、そうね、あとキャラクターに合わせたこうタイアップソングとかね、そうそうそう、うん、いやマジで曲は本当に何回も聞いたし、ね、全部良かったし、そう、いやだから完結ちょっと寂しい、いやこれからも推していきたいコンテンツなんだけどな、うん、あ、そうだよね、ね、結構なんかなんだっけ、ショップとかもやってるじゃん、お店とか、うんうんうん、コラボカフェとかちょこちょこ最近ね、そう、新しいグッズ出てきたりとかね、うんうんうん、してるもんね、うん、いやまだちょっと公式さんからの更新がある限りは、うん、まだいろいろやってほしい、なんかまあイフっていうかさ、普通にその小学生になった彼らのこうサイドストーリーみたいな、うん、あ、見たい、見たすぎる、4月1日のイベントでもいいから、うん、出してくれんか、そう、いや、あの颯とゆずりはのね、恋路が気になります、私は。いや確かにあそこがどうにかなってほしい、あの高校生とかになってようやく付き合い出した2人みたいなの見たいです。あ、いいね、いや、終わりたくないそうなんだよね、これ締めるとさ終わっちゃうから。そうなんだよ、そう、でもサンリオさんがこういう感じのゲームを出すなんて、うん、本当に1ミリも想定してなかったんで、うんうんうん、いやこれでもね、僕まあ、誰かとやろうと思ってたんだけど、もともとそう、ピオスとやれて本当に良かった。ありがとう、私もミロキとやれて良かった、ね、そう、いやめちゃくちゃハマってたもん、どの声も。あ、嬉しい。だしそう、僕もあのオタク化するからさ、ピオスもめっちゃオタク化してくれて嬉しい一緒になんかハーテーテーとか言ってる時間すごい楽しかったよね。そうそうそう、ねー、わかる。私個人的にあのミロッキュのね、わたるくんがねすごい好きなんだよね。あ、わかるわかる、ね、だけどそう、ナノラがねハマりすぎ。ナノラ、ナノラよかったな、可愛 いよね、うん、ピはね、うん、守るだな。あ、そうなんだ。うん、私はずっと変わんない最初から。おー、いや、まあ守るくんは確かにすごいハマってるなと思いながらやってたわ。うん、あとはやってて楽しかったのはダイヤくんだね。あ、そうだね、もう、うん、ピオス大暴れあれ全然喋る感じじゃないけど、いやもうあれめっちゃ良かったいろんな感情、そのうーんだけでさ、うん、このなみなみびっくりマークとかだけでさ、うん、やってくれるじゃん。そう、あれだって声なんとなくはつけた方がねえ、うん、いや、それをつけれるのがピオスなんだつけれないんだって。いや、本当楽しく色をつけさせていただけましたわね、素晴らしい。いや、ありがとう。いや、なんか僕ら2人だからできたマイマイマイ声実況って感じがした。そうだね、ね、もうなんか途中のオタクっぽい感じなのは私たち2人しか出せない気がするし確かにあー、やばいな、これまだ全然喋れるな。喋れちゃうねあ、そういえばね、ピオス公式ツイッターを見たかもしれないんですけど、今日の21時から、うん、あの多分ゆう先生の楽曲公開なんですよ。マジっすかマジなんですよ。これで誰がね作ったかまだ分かんない。僕そう、まだこのゲーム公開前にその告知を見たから分かんないんだけど、うん、楽曲がまたね多分書かれてます。マジか、誰かしらによって。そうなんですよ。うわ、聞くの楽しみだな。でしょめっちゃ楽しみ。あ、タイトルが迷子の道だって。うわー、誰が作ったのかだけ確認したい。誰ですか、どなたですか。栗山さんという方ですね。好き超好きありがてー。どういう歌詞なんだろう。いやおしゃん、おしゃん系かな。
構あのイラストはめちゃめちゃオシャン系に見えるぞ。いや楽曲そう栗山さんオシャン系なイメージがあるので、あそうなんだ、僕は、うんうん、オシャンかもしれない。お最後オシャン、もうこれからもずっと更新されてほしい。ね、なんかさ、なんだっけ、なんかのタイミングでミニゲームみたいなのあったじゃん。あ、そうだね、エイプリルフール的な。エイプリルフールだっけ、あれ。多分。そういうのでミニゲームまた作ってほしいし、うん、グッズ展開もまだしてほしいな、うん。実はね、今、ちょっと、右斜め前に、前声のグッズがあるんで。おあのね、まどかちゃんがなんか、3、4体ぐらい出たんですけど。多いな。そう、なんか5個くらい買って3個がまどかちゃんだったみたいな。あ、なんか言ってたな、そう。めちゃめちゃ被ったって。しかもまどかちゃんがまだ全然うんうん、メインで出てない時だったから、あ、うんうんうん、そういやまだあんまり分かってない子が出ちゃったなと思ってたんだけど。そう、今ではねこう愛しく見えますわ。いや、よかった。うん、僕も迷子園グッズ、あのガチャガチャのやつね。あー、うんうん、そうそうそう、あの卵型のやつね、うん、そうそうそう。でピオスの声のキャラの子はピオスに渡して、うん、もらいました。そうで一緒にピューロランド行ってね。そうそう、そうなんだよ。そうだよ、私たちこれ迷子園でハマりすぎて一緒にピューロランド行こうって言ったからね、うん、いやそう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 なんよ。で、あの知恵の木だっけ、うんうんうん、あそこら辺に扉があるかなみたいな話しながらアイス食べてたじゃん。そうなのよ。だからこの前を遊んでなかったらミロッキュと、うん、あのオフで会うこともなかったかもしれない。いや、そうだよね、びっくりだよね。ねいや、びっくりだな。いや、すごい私たちの人生に影響を与えてくれたゲームだったね。本当にね、うん、ありがとう、ありがとう、ありがとう、マイマイマイ声。いろいろ考えてたんだけど、うんうん。最後まあ優先生が普通にこうヤッホーって現れたわけじゃん。ああそうだね。でその前にその優先生がまさか子供に転生してみたいに思ってたんだけどさ、うん、そうじゃなくて。その幼児対抗したルミ先生が、うんうん、その本当はもうすでにその時にお腹に赤ちゃんがいて、うん、その赤ちゃんになっちゃったわけじゃん本人がさ、うんうんうん、そうなんかもうそのルミ先生の赤ちゃん状態がイコールその初めて会った気がしないような気がするんですよねっていうのにつながってたのかなって。そっちかもね。ね、そっちの可能性が。さすがに優先生の子供ってかルミ先生ママ優先生ベイビーはちょっとキモかった。さすがにないよなって思ったけどさ。ちょっといやでもなんかね、それを一回出されるとあれ本当にそれ一回出会ったことがある、まさかみたいに思ったけど。いやそれはなかったな。多分そうルミ先生のその赤ちゃん状態がイコールなのかなって思ったわ、うん。いやそっちの方がしっくりくるわ、うん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 、だからもうあの時はそのルミ先生自身ももしかしたらその妊娠してることを知らなかったかもしれないよね、うんうんうん、そうだけどもうルミ先生がその意思をこう手放した時にそのお腹の中の赤ちゃんがルミ先生になっちゃったみたいなさ。あーありそうね。だって赤ちゃんからコイン取らないでみて、そのメダル取らないでみて言ったし、そうだね、うんうんうん、本当に赤ちゃんだったんじゃないかなっていう。ああ、それはルミ先生が幼児化というか子供の方が出てきた伏線回収だったってことかじゃないかなって。あー、しっくりくるかも、うん、いやー考察がはかどりますな。終わっとくか。終わっておいてやるか。そうだな、だってもう一生喋っちゃうもん。そうだよ。霧のいいとこでね終わらせるのがいいでしょう。そうだね。ということでね、いやー、はい、私ピオスと、ミロッキューの前実況もこれにて終了となります。はい、ありがとうございました。またね、また別のゲームとかで一緒に遊んだりしよう。
そうしよう。うん。絶対機会はその辺にあります。あります。拾ってきます。ってことで、ありがとうございました。ありがとうございました。